これかな、俺昨日食べて一番おいしい。違う、日焼け止めの味がするやつ。なんで、なんで断面を下に置くの。くっつけてドクターマリオみたいです。はい、これなんだろう、わかんない、このやつないけど。ん、カルビス、カルビス絶対。矢野ついてこい、矢野。これうまいもん、これ。あ、堀江、堀江、堀江を、堀江を、ちょっと堀江呼んでくる。堀江、あ、何食べてんの。グミを食べるっていうただの動画を撮ってんのから。はい、堀江も参加して、ほら、賢い動画ある。何この食べかけ。いや、もったいないから。これね、何グミをただひたすら食べるだけの番宣動画です。これ今回ってます。本当に、どこあの白いやつ、はい、これサタゴの何、花見カードとかあるやつ、これ。そうなのよ、これ多分美味しいと思う。そうなじゃない、そういうのじゃないの、これあ、これグレープ。絶対ね、この正解のないこのさ。ねえ、レモン正解ないじゃん。ねえ、もう自分が正義じゃん、これも。これレモンとかさ、これイチゴとか。え、これグレープ。あ、これ何、これ、これさ、これとさ、これこうやってくっつけたらさ、ドクターマリオ。こういう飴あるのよね、あの強い味がくっついてる。あ、くっついてないか、四角いやつだったでしょ。そうそうそう、大好きだった、ね、あ、ありましたね、はい、ほら、うんこしてくれたみたいな。レモン、これなんだろう。あ、酸味があってうまい、これ。うわ、 あのもうさ、味じゃないじゃん、酸味があってうまいって感想だから。ね、味言ってないからね。うちの番組はこういう番組でしょ。放送中、本当にこういうのやってるからね。チェリー、お、出た、自分の番組につなげる感じ。はい、チェリーガール、これもらっておこうかな。これワームにやったら、おー、チェリー、これ、はい、どういう食べかけじゃないですか。番組スタッフが美味しく食べましたって書いてくるんだと、だってこれ絶対後でまた言われるじゃん。美味しい。でもなんか、どれもね、後味がちょっとこう、そう、後味悪いんだよ、これ。うん、洗剤っぽい。そう、洗剤っぽいよね、うん、あと味がすべて美味しくはないよ、うん、はい、どれが一番好き。あ、カレーみたいなのある。嘘、カレーあんの、あ、うえ、八つ橋。マジだってこれ、シナモンだよ、シナモン、八つ橋、これさ、ほら、京都を覚えましたら食べてよ。あ、そうだ、京都に行こう、ない、お、ドクターマリオ、いえ、あー、もうこれ完全、完全、シナモン、シナモン、どい、カレーはなかったですか。カレーはない、なわけないだろ。マジやばい、4つ一緒に食っちゃダメだよ、歯にグッとく。あ、スタッフ待ちでしょ。はい、サタゴが終わったら、ジョイナス、ジョイナスです。 ZIP FM 77.8